安易体は、大韓帝国出身の作曲家、指揮者。平安ンン出身。高市実中学校を修了後、1921年に、都日市、清足中学校に入学、その後東京高等音楽学院でチェロを専攻した。1930年と米市、フィラデルフィアのカーチス音楽学校に入学、その後シンシナティ音楽学校で、チェロと作曲を専攻した。 1936年と応して、ウィーンへ留学し、アジア人で唯一リーヒャルト・シュトラウスに学び、現在の大韓民国の国家である愛国家を作曲した。1939年、ブダペスト音楽学校に入学し、卒業後指揮者として各国を回り、ウィーン交響楽団、ベルリン交響楽団、ローマ交響楽団、ブダペスト交響楽団で指揮した。 第二次世界大戦後スペインへ移住して、現地の女性と結婚、スペイン国籍を取得。彼が作曲した、韓元楽曲、韓国元奏曲の終曲の合唱は、1948年の大韓民国独立後に、彼が李正万大統領へこの曲を持ち込んだことにより、正式に大韓民国の国家となった。1960年と1964年に、 来日して演奏している。1965年、韓国の文化勲章大統領賞が授与された。同年、滞在していた、マヨルカ島で休止。1977年7月8日、異界が韓国の国立墓地に埋葬された。なお、大作曲家、人と作品アールシュトラウスを、ヤギヒロシと共著で表している。公共演奏曲、韓国については、 アン自身がロサンゼルスフィルハーモニックを指揮した録音が残されている。2006年3月、アンが満州国建国10周年を記念して祝賀曲を作曲し、ベルリン放送公共楽団を指揮するフィルムが発見され、新日派疑惑が持ち上がった。2008年4月30日、民族問題研究所などはアンを新日派であるとして、 新日人名辞典に加える意向であることを明らかにした。2008年4月29日に韓国の市民団体民族問題研究所並びにその参加の新日人名辞典編纂委員会より発表された新日人名辞典の第2回リストに名前が掲載されており、彼らによって新日派であると認定されている。2009年11月8日に刊行された 民族問題研究所の新日人名辞典に日本による植民地支配に協力した一人として名前が掲載された。2019年には全国教職員労働組合が新日派の人物が作詞または作曲した学校の校歌を変更するように主張。組合側は新日派の根拠を新日人名辞典に求めたため、綾安氏が作曲した校歌も 対象となっている。2020年、金元は、国立ソウルは北大に葬られている、新日派の改装を提起。綾や氏は、民族反逆者として、批判の対象とした。ありがとうございます。